皆さんこんにちは。サックスの奥野浩二です。いつも YouTube チャンネルの方ご視聴誠にありがとうございます。今日はですね、いつも使用しているマイクの方が故障をしてしまいまして、そんなわけで、ビデオカメラのみを使用して、僕の使用しているソプラノサックスの、吹き比べの方をしてみたいと思います。まずこちらが、ヤマハ YSS62S シルバープレート、ちょっと古い機種なんですけども、こちらとセルマスーパーアクション AT シリーズ2ですね、こちらの2機種になります。音の違いなどを曲で検証していきたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。また何か気づいたこととか、感想などありましたらコメント欄で教えてください。僕もちょっと興味があるんで、またこんなこともやってみるかもしれませんが、今後ともチャンネルの方どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また。